皆さんお疲れ様です。前回ランク6に上がったところですが、なんと、もう昇格戦です。いいですね、サクサク進んでいます。ということで20戦目のお相手です。おお、これはかなり強いポケモン揃いですね。しかし勝たねばなりません。気張っていきましょう。先発はランドロスに強く出られるハリー戦。そこに壁張り役のバニラとファイヤーを添えた、ハリバニラファイヤーで勝負です。ということで、結構セクシーなコーデの方とお手合わせです。初手はランドロスとハリー戦の対面で、威嚇の応酬。ハリー戦の威嚇が先に発動したので、どうやらハリー戦の方が早いみたいですね。ランドロスは最速でもスカーフ持ちでもないみたいです。ここは、強気にハイドロポンプで攻めていきましょう。このための特殊型ですからね。よしよし、いいダメージです。持ち物はお盆のみですね。まあまあ、これくらい削ればバニラのつぶてでも仕留められます。ランドロスは自信。攻撃は下がっていますが、さすがですね、威嚇を受けようがハリー戦程度なら一撃で倒せる火力です。助けがなければやられていた。相手は交代ですね。恐れをなしたか。交代先にハイドロポンプをかましてやりましょう。相変わらずハイドロポンプ当てないね、君。せめて電磁波で素早さは下げたいところ。お、先行。ちょっと。命中90すら立て続けに外されたら叶わないですよほんと。悪巧みも積まれちゃったしまずいなぁ。相手はここでダイマックスです。バランファイヤーで電抜きに来ましたね。大丈夫かこれ。ハリー戦、今度は電磁波を当ててくれましたね。日頃の告知が響いていたのかなぁ。バランファイヤーはダイジェスト。これで特攻2段階上昇、素早さ1段階上昇ですね。なかなかの怪物が出来上がりました。ハリー戦は退場。次はバニラで行きます。相手は麻痺状態なので、オーロラベールを先行で貼れます。これで急所に当てられない限りは後の展開が楽になります。ファイヤーは大アーク。ベール込みですがどうか。よしよし、耐えましたね。これで相手のダイマックスは確定で枯らせます。続いてバイバニラはフリーズドライ。まあまあなダメージです。おお？持ち物弱点保険でしたか。悪巧みと併用とは尖ってますね。しかし麻痺で行動不能でした。まあ、こっちも技外したのでおあいこですね。ガランファイヤー、ダイマックス終了です。バイバニラは再びフリーズドライ。ダメージはどうか。おお、微妙に倒せないか。そして逆上が発動したので、これで特攻5段階上昇ですね。えげつない火力なのですが、麻痺で素早さが下がっているので怖くないです。バニラでも先行されてたので、こちらのファイヤーで確実に抜いてますからね。やはりポケモンは素早さが大事。ということで、オーバーキルですがここはダイジェットで倒し、後続に備えます。ウクロイドあたりは事前に素早さ上げてないとどうしようもないですからね。ということでガラルファイヤー、突破です。相手は隠れヒレできました。この隠れヒレさえ突破できれば、あとはランドロスを倒して勝てます。スーパーボール級は目の前、油断せずに行きましょう。ということで最大打点のダイジェット。なんならこれで倒してほしいですが。惜しいですね。しかし、オーロラベールがあるので、ここでレヒレのシートッカメガネハイドロポンプが来ても耐えることができます。この攻撃を耐えれば何の問題も耐えれば何の問題も何の問題もありません。ちょっと待ておかしいおかしいおかしい。ここで急所はないって 4% くらいなのにここで来るのは理不尽だって。昇格がかかってたんですよ。大事な試合だったんですよ。このパーティーで勝つのすっぽい大変なんですよ。なんでここで急所が来るんだよー。ああ、ポケモンは素早さよりも運が大事なのか。改めて実感しますね。まあしょげていても仕方ないので、次勝ちましょう。理不尽に負けることはよくありますからね。ということで21戦目の相手です。おお、炎帝がいる。なんだろう、炎帝はどこか親近感を感じるんですよね。
で、そのエンテイやガブリアスはストーンエッジ持ってそうなので、事前にオーロラベールを貼っておきたいです。そしてそのオーロラベールを貼る起点を、ハリー戦で整えるという思想で、やはりここもハリバニラファイヤーで行きましょう。さあ、負けを取り返すぞ。というところで電撃魔獣が来ました。かっこいいな中国語名。エレキブルは物理アタッカーだろうし、威嚇は有効ですね。ただこいつ、素早さ95が絶妙にファイヤーも抜いてて厄介なんですよね。やはり最速でしょうか。で、おお、初手ダイマックスですか。威嚇を受けつつも初手からこれは、だいぶ強気なプレイングです。そしてダイアースが来ましたね。おそらくイワース交代のケアでしょう。とりあえず気合のタッチがあるので耐えますが、エレキブルは電磁波が効かないので、ハリー戦はアシッドボムで特防を下げることくらいしかできないのが歯がゆいですね。ほんと絶妙に早いので、あの万能ハリー戦でもそれしか仕事ができないのがもったいないです。しかし、これで特防は一段階ダウン状態です。おお、今度は大アイスですか。意図はわかりませんが、とりあえずハリー戦はこれで退場です。しかし氷技も使えるとは、エレキブルって電気弾タイプの中では、トップクラスに技範囲広いんじゃないかな。ドンマイハリー戦。まあしかし、ここでオーロラベールを貼れればまだ勝機はあります。攻撃1段階下がってるし、バニラでも一撃は耐えられるはず。さあ、どの技で来るか。何？お前ダイバーンも使えるのか。まずい、原稿が晴れになるからオーロラベール失敗するじゃんこれ。次のターンもエレキブルが先行するので、ワイバニラは何もできずに倒されることになりますね。威嚇を受けてなおのダイマックスでしたが、結果的にこちらのポケモンを2匹持っていくことになりましたね。ワイバニラは最後のあがきで氷のつぶて。大したダメージになりませんけどね。エレキブルはワイルドボルト。この技もフレアドライブと同じ性能にすればいいのに。さて、オーロラベールもありませんが、あとはファイヤーの全抜きにかけるしかありません。ここは早速ダイマックス。攻撃が下がっているとはいえ、まずは命の玉持ちのワイルドボルトを受けないといけません。どれくらいのダメージか。6割くらいですかね、まあいいです。で、ワイルドボルトと命の玉の反動があるので、ここは半減のダイジェットでも倒せますね。これでようやく相手の1匹目を突破です。さっきの負け方の後ですからね、ここは勝ちたいところですが、厳しいか。続いてウルトラボール入りの色違いルカリオ。ここはダイアースで行きます。気合の助けだったら嫌だな。さあどうか。あ、倒せてないですねこれ。やっぱり気合の助けでしたか。しかし、タイプ1の格闘と鋼は両方半減。きっと大したダメージは負わないはず。よしよし、冷凍パンチなら大丈夫ですね。そしてしっかり神速で削られます。で、たまに先制されると技のモーションバブるんですよね。こちらがダイマックスしていて、相手がダイマックスしていない、という状況で起こります。というのは余談で、これ次先制されたら負けですし、こちらが一撃で倒せなくても負けです。ミニッキュが来たら詰むし、ガブリアスとエンテイは急所しかないと倒せないし、となると一番嬉しいのは。さあ、インテレオン。君を待っていた。しかしここでもまだ関門があり、インテレオンが先制技を覚えていないこと、そして暴風を当てること、この二つが求められます。さあどうか。よし、二つともクリア、そのまま倒せ。いやあ、よくやってくれましたファイヤー。エレキブルに何もできなかったところから、この三盾は偉すぎます。いやあ、さっきの敗戦から立ち直る一勝となりましたね。まあ、その後催眠バタフリーと暴風外しで2連敗したわけですが、心がすり減りますね。しかし戦わなければ前には進めないので戦います。24戦目です。おお、ポリゴン2、ミミッキュと、1000級のポケモンが5つ、ニドキングとアローラガラガラはかなりマイナーですね。なかなか面白いパーティーです。今回も先発はハリー戦で行きますが、ポリゴン2に後投げしつつ進化の奇跡を叩き落とせる、キングラーを連れて行きましょう。で当然ファイヤーも入れまして、ハリカミファイヤー構築で行きます。では対戦開始。相手はニドキングですね。攻撃種族値が高いながらも、豊富な特殊技に特性力づくを合わせる方が有名ですね。
ちなみに、力づくが発動すると命の玉の反動ダメージがなくなったりします。暇な人は検証動画を上げているので見てみてください。と言ってる間にハリー戦が先制でハイドロポンプ。効果は抜群ですが、どうか。おお、一撃で倒しましたね。これは出だしからいい展開です。続いて、ミミッキュが登場。電磁波を入れるのもいいですが、化けの皮の消費を優先させたいですね。たまに外すし。お、でも先制できましたね。ハリー戦で先制できるなら、ファイヤーでも先制できるのでとりあえず OK です。いじっぱりミミッキュですかね。そして皮を抜きつつ、特防2段階下げられたのも美味しいです。ミミッキュは剣の舞。オーソドックスな物理アタッカーミミッキュですかね。そしてミミッキュはここでダイマックス。特防2段階下がってるし、ハイドロポンプがかなりのダメージになるはずです。ハリー戦くん、毎回ハイドロポンプ外しますね。ポケモンの 80% は本当にカオスです。で、ミミッキュ迫真の大フォローでしたが、気合のタスキで耐えます。これでダイマックスターン鬼ターン消費できますね。そしてハイドロポンプ、ワンモア。おお、いいダメージ。ハイドロポンプ1回外しましたが、先発としての仕事は十分と言えるでしょう。グッジョブです、ハリー戦。ここは一旦ファイヤーで。相手にファイヤーより速いポケモンいないので、ここはダイジェットを打たず、大文字で倒しに行きます。よし、当たりましたね。これでミミッキュを突破です。さあ相手のラストは、ポリゴン2でしたね。トレースもダウンロードも発動しないので、特性はアナライズで確定ですね。それはさておき、ここはキングラーに引きましょう。ファイヤーで確実に勝つために、進化の奇跡を叩き落としておきたいのです。相手はトライアタック。放電とかの弱点じゃないなら余裕で耐え、また余裕じゃないぞ。また急所ですか、だからやりすぎだって。日型オークンさぁ、なぜ君は急所と状態異常をセットで引くんだい？マシか氷じゃなかっただけマシと思うべきなんだろうか。まあ、なんとか目的の叩き落とすは決まったので OK です。やけどのせいで悲しい火力だ。ポリゴン2は再びトライアタック。キングラー、責務は果たしました。さて、進化の奇跡がないポリ2など恐るるに足らず。ファイヤー、ダイマックス。この高貴な炎で焼いて死んでよう。火の鳥ダイバーン。微妙に倒しきれませんでしたね。これキングラーが火傷してなかったら倒せていたのでは。まあ問題ないですけど。ポリゴン2は潔くトライアタック。よし、麻痺らなかったな。こちら側は不運がいくつかありましたが、割と余裕で勝ててよかったです。ファイヤーを通すための展開が作れればいい勝負ができますね。あとは大事なところで運が悪くなければいいんですけどね。では次回、神と王が戦います。ご視聴、ありがとうございました。